秋枝三郎9月15日から1942年5月31日は日本の海軍軍人。特殊潜航艇、公標的搭乗員としてマダガスカル攻撃作戦に参加し、戦死。2階級特進により、最終階級は海軍中佐。秋枝艇が来撃したラミリーズ、山口県豊北町、阿川土井出身。9人兄弟姉妹の三男である。妻は海軍大佐小早川隆二の娘、文子。山口中学を経て海軍兵学校を卒業。秋枝は海兵66期で同期生に特殊潜航艇艇長としてシドニー湾攻撃で戦死した松尾義孝、中馬健四らがいる。1939年6月、海軍少尉任官。戦艦、霧島。駆逐艦、航風乗組を経て、1940年11月、水上規模艦、千代田乗組となる。この補職は、岩佐直治と共に、特選、搭乗員の第一期講習員として選ばれ、訓練を受けるためのものである。太平洋戦争壁東の真珠湾攻撃において、岩佐直治ら、特選、搭乗員9名が戦死した後、軍令部は、特選による、港湾侵入攻撃には消極的であった。しかし、真珠湾攻撃の戦訓を取り入れた装備の改善などが実施され、特選による第二次攻撃が決定。秋枝は英軍に占領されたマダガスカル東北部のディエゴ・スアレスを攻撃する特選部隊の艇長に選ばれる。1942年5月31日夕刻、E20 潜水艦から艇夫、竹本正美一等兵曹と出撃。E16 潜水艦からは、艇長、岩瀬勝助少尉、艇夫、高田公32等兵曹が出撃している。湾内に侵入した特選は、A 戦艦、ラミリーズ及び輸送船一隻に魚雷を命中させ、輸送船は沈没。ラミリーズは1年余り戦線を離脱する損害を受けた。しかし、特選2隻は、母船との会合地点に現れず、特選、搭乗員4名は戦死とされた。戦後、豊田城の調査や、A側の資料からこの魚雷攻撃を行ったのが、秋枝、竹本艇であること及び、両名の行動が判明している。秋枝と竹本は、来撃に成功した後に艇が座礁したため、脱出しマダガスカル島に上陸。母船との会合地点に、徒歩で向かったが、英軍部隊に発見された。両名は降伏勧告を拒否し、15名を相手に、軍刀と拳銃で戦いを挑み、戦死した。戦死日は、映画資料では6月2日、現地の目撃証言では6月4日である。2段であった秋枝に対し、講道館から4段が送られている。秋枝は、戦死4ヶ月前に結婚しており、伊原の女子があった。しかしこの女子は、生後3ヶ月で死去。1989年、女子の遺髪は竹本兵曹長の娘の手で、マダガスカル島に埋められた。ありがとうございます。